よく来てくれたね。いらっしゃいませ。来てくれたんですね。髪がボサボサになっちゃって。まったく見られたものではないな。うん、昔はよくこうやって会津の髪を解いてやったものだ。あいつも前は見た目に無頓着でな。レフィーヤには？レフィーヤはもともとその辺はしっかりしているからな。思えば最近は誰かの身の回りの世話を焼くこともなくなったな。ん？ティオナ、顔も汚れてるな。拭いてやるからじっとしてろ。え、いいよ。顔くらい自分で洗うから。遠慮するな。お前のことだ。自分でなどと言ってるといつになるかわからんからな。あ、うん、ありがとう。ふむ、そうだな。ついでだし、エルフ秘伝のクリームも塗ってやろう。え、それってもしかして前に塗ってくれた？そうだ。美肌効果はもちろん、保湿美白効果にも一役買うという優れものだ。あれはいいって。なんだか匂うし、肌がピリピリするし。それだけ効いているということだ。リアンケヒトも譲ってくれとうるさいほどの代物だぞ。あ、ちょっと待ってて。エルフ秘伝の特殊な薬草を配合してるからな。噂ではオラリオの富豪たちの御用達で。くそ、いてが、しびる。ん？腕も少し汚れてるな。こちらにも。うわあ、しびるってば。もうやだー。まったく仕方のないやつだな。素材はいいのだからあとは磨くだけだというのに。おお、リベリア、やっと来よったか。なんだ、もう飲み始めていたのか。酒が目の前にあるんじゃ固いことは言うな。それよりフィンはまだ来んのか。だいぶ立て込んでいるらしい。そうか。ま、お前も座って付き合うんか。酒だけでなく食い物も出ておるからの。ビンもそんなことでつむじを曲げるやつではなかろうって。それより料理が冷める方がもったいないわい。こりゃうまいの。しかしわしらがこうして共に飯を食うなど昔じゃ考えられんかったわい。ああ、本当だな。不思議なものだ。お前は気取ってていけすかなくての、本当に嫌なやつじゃったからな。まあもっともその性格は変わっておらんが。おい、ガレス、さっきから肉汁やスープがこっちに跳ねてくる。もっと行儀よく食べられないのか。おお、すまんすまん、じーとばかり酔っておったかの。そういうところは変わらないな。作法というのは相手への思いやりの表現だぞ。まあこれがもし昔だったら大喧嘩になったろうな。
そうだったかもな。それにしてもここの飯は実にうまい。何度来ても飽きんわい。おいガレス、食べカスが飛んでくる。大声で喋りながら食べないでくれ。よーすまんすまん、久々にお前たちと飲むとなって少し興奮しとるのかもしれん。まったく、これだからドワーフは。まあこれももし昔じゃったら。それから油物の皿と生野菜の皿を重ねるんじゃない。結局両方に油がついてしまうだろう。あとで食い散らかした食器を洗う者の身にもなってやるべきだと思うぞ。食器だけでなくテーブルクロスの洗濯も。この口うるさいエルフめ、もう勘弁ならん。冒険者の酒の席に細かい作法など持ち出すんじゃない。飯がまずくなるわい。それはこちらのセリフだ。恥を知れ。表へ出ろ。受けて立とうではないか、この高慢ちきなエルフが。野蛮なドワーフめ。少し遅くなりすぎたかな。冒険開始だね。守ってみせる。さあ喜劇を始めましょう。無礼であろう。ごめん、ごめんなさい。大木の心を忘れるな。こえつらを欠かせてやる。勝つんだ。こんなところで。あの人のために。瞳はいろんなことを教えてくれる。無礼であろう。チリモノコさん、手加減しません。生半可な覚悟で高みに挑むことは許さん。決して平坦な道ではないと知れ。緊急事態は解決。やっ、えっ、覚悟に関する物子さん。私としたことが。やりましたね。